クリストフ・コッホクリストフ・コッホ。2008年アリゾナで開催された通村会議での討論の様子クリストフ・コッホはアメリカ合衆国の神経科学者、カリフォルニア国家大学教授、アレンロー科学研究所チーフサイエンティフィックオフィサー。1956年アメリカに赴任中のドイツ人外交官の息子としてミズーリ州カンザスシティで生まれる。 その後、外交官である父親の転勤に連れられる形で様々な国を移動。オランダのアムステルダム、ドイツのボン、モロッコのラバとカナダのオタワと引っ越しを繰り返しながら幼少時代を過ごす。1974年にモロッコの高等学校リセデカルトを卒業し、フランス国のバカロレアを取得。1974年からドイツの中ビンゲン大学大学で、 物理学と哲学を学び始め、1980年に同校で修士号を取得。1982年にはドイツのマックス・プランク研究所で PhD を取得。その後アメリカに渡り、1986年まで4年間、MIT の人工知能研究所及びの認知科学部門でポスドク1986年よりカリフォルニア工科大学で教授。 2011年3月より、アレンノー科学研究所のチーフサイエンティフィックオフィサーとなり、活動の基盤をカリフォルニア工科大学からアレンノー科学研究所に移した。1990年頃より、意識の問題は、神経科学が扱うべき問題だと主張している。フランシス・クリックとの共同研究が知られている。アソシエーション・フォー・ザ・サイエンティフィック・スタディ・オブ・コンシャスネス。 という国際学会の主催者でもある。ありがとうございます。